はい、皆さんこんにちは、ロキです。今回はですね、メルマガ読者様からのご質問のコーナーということでお送りしたいと思います。はい、早速、質問の内容なんですけれども、ロキ様こんにちは。いつも、動画拝見させていただいております。一つ質問なんですけれども、私カメラ転売をやっていて、そもそもどんな商品が売れるのか、利益が出せるのかということがよく分かりません。よろしければ教えていただけないでしょうか、ということで、ご質問いただきました。まあ、このそもそもどんな商品が売れるのか、利益が出るのかがわからないというご質問なんですけれども、まあ、いわゆるですね、俗に言う、儲かる商品リストっていうのがあると思います。で、この儲かる商品リストっていうのは、まあ、そもそも、この商品儲かりますよっていうふうに教えてくれる、まあ、リストなんですけれども、私もね、普段こういう商品で儲けましたよっていうふうに紹介している、まあ、ああいったものになるんですね。まあ、それをリスト化したものであったりとか、私のように動画で配信したりとかっていうことなんですけれども、まあ、そういった、まあ、商品を知りたいというご質問なんですが、まあ、これっていうのはですね、前提がありまして、あくまでもですね、実際に販売して売って利益が出た方が儲けた商品なんですよね。意味がわかりますか？実際に売ったことのある人が実際に利益を出した商品が儲かる商品っていうことになるんですよ。うん、なので、例えば私がですね、キヤノンの 5D Mark II が儲かりますよと言って商品をそのままあなたにお伝えしたとしてもですね、それを実際にあなたがですね、儲けられる商品なんだと自分の中に落とし込むためにはですね、実際に自分で販売して利益を出して初めて儲けられた商品になるんですね。なので何が必要なのかというと、実際に私がキヤノンの 5D Mark II が儲かりますよとお教えしたところでですね、その商品を安く仕入れる方法がわからなければ、それはただの商品リストでしかないんですよ。そこで価値が生まれないってことなんですね。なので、その儲かる商品、当然ね、人気商品を狙っていったりとか、回転の早い商品を狙っていくっていうのはあるんですけれども、実際それをあなたにそのままこの商品が儲かりますよとお伝えしたところでですね、あなた自身がその商品を例えばヤフオクで具体的にどうやって安く仕入れるのかというスキルがなければですね、本当に意味のないリストになってしまうんですね。ですので、あなたに実際考えていただきたいことは、儲かる商品リストや儲かる商品を教えてもらうということよりもですね、例えばヤフオクであれば、じゃあどういった商品ページが実際に安く仕入れられるんであろうかとか、実際にどういう商品の状態であれば安く仕入れられて高く販売できるのかっていうことをですね、もっともっと突き詰めていった方がいいんですね。で、それと合わせてですね、まあ、例えば実際に人気商品はどういったものなんだろうかとか、そういったものをまあリサーチしていくということをやっていただきたいんですよ。ですので、あなたがですね、儲かる商品リストや儲かる商品を、まあ、こちらからですね、これが儲かりますよとお伝えしただけでは、実際にその商品をあなたが安く仕入れることができなければ、実際に高く仕入れてしまったらそれは儲からない商品っていうことになってしまうので、安く仕入れるスキルというのを、実際には勉強していくべきだということになります。安く仕入れるスキルも合わせて勉強していかないとですね、その商品リスト自体は儲かる商品リストとして成り立たないということになってしまいますので、実際にですね、まあ、例えば、まあ、簡単なところで言うと、出品写真が汚いとかですね、タイトルが間違えているとか、まあ、そういうのは一つの例なんですけれども、こういったことをですね、まあ、一つずつ突き詰めていってですね、まあ、またバッテリーが欠品しているとか、まあ、簡単なことを今、まあ、お伝えしてますけれども、
こういう、まあ、安く仕入れられる条件というのをですね、あなた自身がヤフオクであったりとか他のネットショップであったりとかそういったところで見つけて、そういう状態のものを仕入れて実際に販売してですね、あなたが利益が取れて初めて、儲かる商品ということになりますので、ただただですね、儲かる商品リストを教えてくださいっていう感じで、それだけを教わってもですね、実際に稼ぐことはできないっていうことになるんですね。ですので、まあ、よく言われてますけれども、儲かる商品リストをもらっただけではあなたは稼げませんというのは、まあ、意図的にはこういうことがあるということですね。ですので、まあ、以上の点を踏まえてですね、安く仕入れるためのリサーチ方法であったりとか、まあ、安く仕入れられるポイントの見定め方っていうところをですね、実際に勉強していただければなというふうに思います。はい、それでは、今回はこれで動画は終わりになりますが、私の方で無料のメルマガを始めております。動画の下記説明欄にメルマガ登録の URL を貼っておりますので、そちらからご登録をよろしくお願いします。今ご登録いただきますと、ヤフオクのリサーチから落札までの動画と簡単操作で仕入れ資金を増やす動画の2本の動画をプレゼントしてますので、ぜひよろしくお願いします。 YouTube チャンネル登録いただきますと、私の新着動画を漏れなくチェックしていただけますので、合わせてよろしくお願いいたします。もし何かご質問等あればですね、メルマガご登録後私に質問を投げていただければ、その質問に直接お答えいたしますし、こうして動画でシェアもいたしますので、よろしくお願いいたします。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。